ここは自衛隊の護衛艦よ。ここは医務室。君が、いえ、私じゃない。漂流物の上で見つかったの。こんなに傷ついてどうやって海面まで。ドクターもありえないって。とにかく助かった、ありがとう。ええ、無事でよかった、リュウ。ハヤブサ、リュウでいい。わかった、リュウ。俺は助け出せなかった。仮面の男はカンナの父親だった。セオドアが？ありえないわ。クリフは蘇らせたらしい。俺はきっとカンナの目の前で父親を切った。俺を人殺しと。そんな。カンナは自分を見失い言ってしまった。あれがカンナ。日本に向かってる。カンナが帰りたがっているのかも。すぐ追おう。でもその体じゃ。俺は約束した、必ずカンナと君を守ると。覚えてる、カンナがパパになってほしいって。家族になればずっと一緒にいられるからって。カンナと私とあなた。家族。行こう、カンナのところへ。ええ、みんなに伝えてくれ。失礼。ヘリが用意できた、行くぞ。巨大生命は東京を炎の海と化しつつ都心の方へと進んでいます。海浜エリアでは正体不明の軍隊が上陸したとの情報が。ああ、世界に戦線を布告した謎の組織との関連が。これ以上近づけません、危険です。ここだ、いい見えたな、ここで降下だ。了解、すぐ追うわ。Stop!
背負わしているんでな。おらし。リュウ、行け。水木との合流地点を押さえる。北の鴨居ビルを越えた先だ。
村正。竜よ、あの異形は何ぞ。女神と呼ばれている。持っとるのは竜剣よの。はて、竜の血を持たん者にはよう使えんはずじゃが。俺の血も奪われた、竜剣と共に。あれの力は恐ろしい。じゃがその魂は邪にあらず。まことの竜剣の力は邪悪のみを断つと聞く。刀を取り戻したとてあれは切れぬやもしれんぞ。それでも行かねばならない。竜の忍者の使命とな。人として約束を守るため。おお、それはいい理由じゃ。ならば行くがええ。どこまでも竜剣と己を信じることじゃ。カンナを取り戻すわ、大事な娘よ。こんなにしちゃって。目標は奴の乗っている車だ。車を狙え。振り切れない。助けろ、運転に集中するんだ。了解。大丈夫か？ええ、平気。
心配するな。進むぞ。サポートするわ。この辺りは新宿かしら。やった。助かる水木。このくらい。龍、無理しないで。しつこいな人殺し。そんな体でまだ殺し足りないの？クリフ。いや、約束通りだろ。ちゃんとカンナの面倒は引き受けてる。ふざけないでクリフ。本当にあなたが？どうしてカンナを？何も知らないんだったね、水木。最初は君の姉さんだった。けど兄貴と逃げたんだ。二人とも愛すべき人がいる世界を壊したくないってね。おかげで全部パーさ。ま、そのおかげでより無垢でよりふさわしい存在が生まれた。カンナだよ。一つ教えてあげよう。あれの肉体はね、サヤの細胞でできてる。姉さんの？素晴らしいだろう。君の姉さんが新世界の女神だよ。クリフ、あなた狂ってるわ。あれ、残念。僕がアダムで、彼女がイブ。新しいエデンは僕ら二人のもの。君ら二人も鍋を消えた。消えるのは貴様だ。でかい口叩くなよ、その体で。クリフ。見よ、これが新人類の姿だ。旧人類にはご退場願おう。痛いかい？まだまだだよ。さすがだね。さあどうするんだ、旧人類のヒーロー。
兄貴。さあクリフ、娘を返してもらおう。記憶が戻る。うっ、一体どうして。みんな兄貴のことが好きだった。君もカンナもサヤもみんなだ。僕も日陰から出て、そんな兄貴の仮面をかぶってみたくて。あなた、姉さんのこと。バカな。このままだと世界は終わる。女神を殺せばカンナが死ぬ。もう終わりだよ。バイバイ。はじめましてと言うべきかな。生きていたのか。ああ、なんとかな。セオドア兄さん、久しぶり。瑞希、聞きたいことがたくさんたくさんあるの。そんなことよりひどい傷だ。今すぐ手当てしてもらうんだ。可愛い顔に跡が残ったらいけない。こんな時に何を。そう思うだろ、ハヤブサ。すぐ戻るわ。行くぞ、ハヤブサ。君には随分迷惑を。気にするな。さすがは竜の忍者。夢から覚めた気分だ。長い悪夢から。ああ、何よりだ。次はこの悪夢からカンナを救い出す。
縛われつつもその強さ頼もしいよ。一気に行こう。この中にカンナがいる。高純度のエノク術式で作り上げられているようだ。でもこの塔、さあ行こう。何の真似だ。ここまで来て分かった。クリフの言った通り、もうカンナを救うことはできない。目覚めたらあの子が世界を滅ぼす。君の使命はその刀で女神となった
娘を斬ること、殺すことだ。だが父親としてそれは断じて許すことはできない。最後にお前にしかカンナをその手で、
行くのか。なすべきことはなしだ。君は人殺しではない、ヒーローでもない。だが忍者として一人手を汚して彼女たちを守ってくれた。ありがとう。ママ。カンナ。カンナ。もう大丈夫。もう大丈夫よ。ママ、リュウは？私、リュウにひどいこと言った。だから言っちゃったの？彼ならいつでも君たちを見守っているさ。本当に？リュウは約束したでしょ？カンナとママを守ってくれるって。いつまで？